う一度ボールを拾って福森のクロス、ボールがこぼれて決まりました。押し込んだ、アウェー札幌が接戦。2番の横山、札幌での初ゴールということになりました。立ち上がりの2分にアウェーの札幌がお決算ゴールです。そうですね、どちらも前節でいい雰囲気の中で、今節迎えてますけども、まあ、負けはしましたけども、浦和戦のいい流れをね、しっかりと札幌がですね、この今節に結びつけてますね。福森のクロス、この福森のクロスが非常にこう力が抜けていて、いいクロスでしたよね。セットプレー崩れからセンターバック中央の横山が残っていました。この福森のファーストタッチのコントロール